どうも、コバヤンです。今回は2023年春イベント E5 校の出撃八幡部隊の攻略をやっていきます。講談回帰としては珍しく新しい出撃札が出てこない回帰です。まずは E5 の回帰概要です。この回帰は戦力ゲージ2本、輸送ゲージ1本の合計3ゲージになっています。基地航空隊は第2ゲージ攻略までは2部隊出撃可能、第2ゲージクリア後に基地が移動し3部隊出撃可能になります。出撃制限札についてですが、まず通常艦隊または遊撃部隊で出撃、そして第2ゲージ攻略から第2ゲージクリアまでの連合艦隊で出撃、異合作戦部隊が付与されます。そして第1ゲージは異合作戦部隊、第2水雷戦隊を混ぜて出撃可能です。第2ゲージは異合作戦部隊と空母機動部隊を混ぜて出撃可能、そして第3ゲージは空母機動部隊のみで出撃になります。第3スタート解放後は空母機動部隊プラス札なし艦で空母機動部隊または水上内儀部隊で出撃すると空母機動部隊の札が付与されます。また輸送護衛部隊で出撃は異合作戦部隊札が変わらず付与されます。この辺が少しややこしいので注意が必要です。第3ゲージで使いたい艦がいたら E3 で先に空母機動部隊札を付けておくといいです。次に回帰特攻についてですが、 E3 の特攻艦とある程度被っているので特攻艦として竹が強力です。ゲージも玉や長良がここでも補正あるので E3 で使ったなら引き続き編成ありです。そして E5 アメリカ艦でサウスダコタ、サラトガ、イントレピッド、ホーネとラングレが回帰特攻あるので E3 で使った空母と入れ替えてもいいかなと思っています。そして基地航空隊も E3 と同じように装備による特攻があるので対象の装備があれば基地に配備するといいです。最新の特攻情報についてはカンコレウィキの会議概要やツイッターでまとめている方を参考にしてみてください。ではまず第一ボスマス解放ギミックです。 C2 マス E2 マスを各1回 S 勝利、そして J マスを S 勝利2回で達成です。各マスの最短到達条件なんですが、戦艦赤空母0、軽巡1駆逐艦の高速統一でどこも到達することができます。またルート分岐を確認しただけなんですけれども、軽空母も2隻まで編成できそうです。まず C2 マスですが、道中が A マスの濃度分岐を右、 B マス潜水、 C マス通常、そして索敵あって C2 マス通常という感じです。基地航空隊2部隊出せるので東海を潜水マスに送り、1部隊C2マスへ送りましょう。C2マスまでの行動半径3です。ここは結構短いですね。次に E2 マス、道中が A と D の濃度分岐を下に進んで E マス潜水空襲、 E1 マス通常、そして索敵あって E2 マス、ここも通常戦闘ですね。 C2 との違いは道中が潜水空襲マスなので東海送る場合は陸戦とセットで送るようにしましょう。 E2 マスの方が多少敵が強いんですが特に問題はないはずですね。 E2 マスまでの行動半径は4です。そして J マス、道中 D マス濃度分岐を左に進み、 F マス潜水、 G マス空襲、 H マス潜水空襲で索敵あって J マスの通常、潜水のみと潜水空襲マス2つ通るので基地を1回ずつ送るか潜水空襲マスだけに送るか、まあ好みで送っておくといいかなと思いますね。 J マスも到達できれば特に問題はないです。 J マスまでは行動半径6になります。ギミック消化のポイントなんですが、遊撃司令部で退避活用するといいんですが、軽巡が退避するとルートが変わる可能性があるので機関軽巡にしておくと良さそうです。次に第1ゲージの攻略です。ルート最短条件は戦艦赤空母0、軽巡1駆逐艦の高速統一で、ギミックと条件は変わらないです。道中はギミック解除後は H の潜水空襲マスから K マスの痩せに進んで索敵やってボスです。道中の編成は削り撃破時ともにランダムかなと思います。そしてボスが従順正規、まあ所詮過去のうるさいボスというだけなので苦戦はしないですね。随伴も弱いので騎士で大体片付きます。最終編成では那球が先制来撃してくるようになりますので、まあ、念のため決戦シーンを出しておくといいかも。編成の障害ですが、高順1、軽順1、雷順1、駆逐4の高速統一です。E2 で使った第2水雷戦隊札の艦で問題ないかなというところですね。E4 第2ゲージのように野戦マスがあるので、機関に高順を編成して夜間随軍と遊撃部隊司令部を装備させています。あと4、5番も野戦回避を上げるために主要電味装備の駆逐を配置していますね。本当にこの辺 E4 と変わらないです。
次に基地航空隊ですが、潜水と潜水空襲マスに1回ずつ送って、あとボスに1部隊ですね。ボスまでの行動上げが7になります。ボスマスには空母が出てこないので陸を読んで OK です。ボスは到達さえすれば負ける要素がないぐらいでした。まあ、道中の被害をどう抑えるかっていう方が大事ですね。もし潜水空襲マスで軽巡が退避していなくなると J マスに逸れてしまうので注意が必要です。まあ、J マス経由してもボス行ければ普通に勝てましたので、まあ、なんとかなると思います。第1ゲージ終了後、次に第2ボスマス解放ギミックです。このギミックは R マス勝利3回だけです。最短ルート条件なんですが、水母、軽巡、駆逐、解剖艦の数が合計9以上で最短できるかと思います。まあ、他に細かい条件があるかは不明なんですが、残り3隻を航空戦艦、軽空母、従順級編成しても最短でいけてましたので、まあこれかなというところですね。Rマスまでの道中ですが、Nマスが潜水、Oマス通常、Pマス潜水空襲、Rマス通常です。ギミック消化の編成例ですが、1戦目の潜水マスは先制対戦艦4隻で対処しましょう。3戦目の潜水空襲マスは基地航空隊でできれば空母の艦載機からしたいですね。他2戦は道中支援出しつつ、機関に艦隊司令部施設装備で護衛隊費活用して Rマス到達重視で。アルマスまでの基地の行動半径8なので、陸艇1、陸戦1、陸航2などで送るようにするのがいいかなと思います。第2ゲージ輸送の攻略です。最短ルート条件はギミックとここも同じです。で、道中もギミック、アルマスの先に索敵があってボスだけですね。で、ボスが空母正規2です。ボス編成は輸送途中最初に関わらず編成ランダムですね。ボスが輸送の戦力だと倒しきれないので、基本 A 勝利輸送しましょう。編成輸送護衛部隊で、第1が航巡1、軽空母1、駆逐4です。E4 と E3 で使ったかをメインに編成しています。追加でこの時札付けたのが随方のみでしたね。第1は空母対策に、軽空母と航巡で制空喫航に調整しています。他輸送装備ですね。第2艦隊は、軽巡に駆逐4です。第2はギミックと同じで潜水対策重視。ボスの随伴が弱いので、このぐらいで十分 A 勝利取ることができます。竹を魚雷カットインにして S 狙ってみたんですが、きついのでおとなしく対戦にしました。護衛隊費も想定して A で104ですね。で、9回で完了想定でやりました。次に基地航空隊ですが、Pマスに1部隊、ボスに1部隊という形で送りました。ボスまでの行動半径7ですね。輸送終わるまで基地が遠いので、距離長い機体がないと少し辛いかもしれないです。ボスの随伴、駆逐が多いので、基地一部隊と決戦支援である程度 A 処理取れる程度に倒せてるので、A 処理でサクサク回る方が絶対早いと思います。まあ、仮にですが、航空戦艦を編成して、戦闘二巡させて割合でボス削り、野戦でカットイン艦入れてエストルって言っても、できなくなさそうなんですが、道中二巡で被弾が増えて、結局ボスでの火力が低下しそうな感じしますね。ということで、今回は以上になります。次回、第3ゲージの攻略からやっていきたいと思います。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また、細かい編成などが知りたい方は概要欄にあるブログもぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしく。